こんばんは、速稼塾の久保です。特別定額給付金の第2弾についてちょっとね、改めて新聞の記事を見てみたんですけども、ちょっとこちらの方に反映させますね。このように3つ今回お届けしようかと思います。まずは現金給付、10万円の再支給があるかないかってことですけども、これは実施せずで決まったということらしいです。ただ新聞記事なんで、実際は政府の公式発表があるまでは流動的ですね。出るのか出ないのかはっきりしろっていうお叱りももっともなんですけども、これはね、報道が変わり続けるんで、もう私もね、もうはっきりしてほしいなと思ってるところなんで、お気持ちは一緒です。で、常に新しくなった情報、更新された情報をお届けしますんで、本当にね、あっち行ったりこっち行ったりするんですよ。私ももういろいろと思うところがあります。そこはちょっと抑えていただいて、どこの発表を見ても変わり続けてますから、だからそのぐらい押したり引いたりしてるんですよね、きっと。だからもう一押し我々の声があれば、これはね、実現の方向に向かうんですよ。ここなんですよ、大事なのは。もうね、もうあっち行くかこっち行くか分かんないから、もう知らないってやったら、これはね、もう負けていくんですよ。どっちかって言ったら支給されずの方に進みますんで。ですんで、やっぱりお気持ちは分かります。私も同じなんですけども、どっちか分からないからこそ押していきましょう。絶対 NG ってことにはなってないのが希望ですから。で、二つ目。一人親世帯の支援ということですけども、これ5万円を給付っていうのがね、これ決まったんじゃないかなと思ったんですけども、なんとね、再給付、これ検討に変わりました。決定から検討の方に、ちょっと格下げっていうかね、ちょっと待てよと。NG ではないけども、どうかなみたいな感じで、ちゃちゃが入ったみたいですね。これはね、いろんな要因が寄せられてますけども、まあちょっと認めたくないんですけどもね、ちょっとね、これが原因だったら悲しいなっていうのが一つあるんで紹介します。それはですね、一人親世帯に5万円っていうのは不公平だと。苦しいのはみんな一緒だ。不公平だっていう意見が多いっていうのを理由に取られて、なんか世間から不公平だって言われてるから、じゃあ公平にみんな支給なしでいきましょうっていうふうにこじつけられたとしたらね、すごくね、やばいんで。だから、まあ、一人親世帯に支給がとりあえず決まったんだったら一歩前進だよねっていうふうな気持ちの方がいいんじゃないかなと思うんですけども、どうですかね。で、三つ目、持続化給付金ですよね。これは事業者に対してのものですけども、段階的に対象を拡大なのかなと思ったら、これは見送る方向だそうです。ですんで、とりあえずは、来年度の予算までは、もうこれはないということですね。これはないで確定なのかなと思います。となるとですね、この年末年始、飲食店さんとかってもう悲惨ですよね。自粛要請はまたあるわけですよ。お願いしますとかね、時短要請ですとか言って。で、補助はないわけじゃないですか。もうこれ飲食店ね、殲滅計画が入ってますよね。もう居酒屋さんとかも超厳しいですよね。で、渡美さんなんて早めに撤退したのは、もしかしたら、幸いだったのかもしれないですよね。まあ幸いってことはないんですけども、多くの方が職場を追われて、それから、美味しいご飯を食べてもらいたいっていう人の、また一つね、夢が打ち砕かれるっていうか、その人は、その人存在意義をね、もしかしたら奪われたかもしれません。だからね、なんかひどい話だなと思うんですよ。まあでも今回みたいな感染症騒動がなくてもね、20店舗以上潰した私なんてのはもっとバカなやつです。バカなやつっていうかね、何なんだろうと思いましたね。今回のコロナ騒動で本当にギリギリの戦いをしてくださってる方、よりも私はちょっとね、ダメなやつってことですね。これはね、全然ダメですね。今頑張ってらっしゃる方には本当に何にも言えないです、私は。私なんてこのね、感染症騒動がある前からもうすでに何にも問題がないのに自分の裁量でダメになりましたからね。それこそでかい借金作って誰のせいにもできないみたいなね。当然何の支援もないですから、そう考えるとね、こんな時ぐらい100年に一度の危機ぐらいね、なんかそのなんとかしてくれないのかなと思いましたね。持続化給付金のこともですけどね、見送る方向って血も涙もないですね。なんかこの本当に不吉なことが起きるっていうかね、なんかクーデターとか内戦みたいなことを起こしてやろうかみたいなツイートも見かけますけども、その暴力的なことをやってもね、本当に解決しないのと、あとなんかね、気持ち悪いものを感じますよね。国内で対立を起こさせて、それこそ本当になんかね、血みどろのことが起きたりしなければいいなと思うんですけども、だからといってね、じゃあ座して死ねっていうのかみたいなことにもなったりするんで、ここはね、なんでしょうね、ここはなんか英断をお願いしたいなと思いますね。そのためにも働きかけていくことぐらいしか今のところ思いつかないんで、どうしましょうかね。
まあ、今日はね、ちょっとすみません、あとぐだぐだ話すだけになりますんで、この辺で終わりますけども、とりあえず現状態ではこういうふうな形でございます。またこのね、情報がね、変更されて明るい方向に向かうことを期待したいと思います。まあ、なんせね、今回の予備費の使い道っていうのはまだ正式な発表がありませんので、新聞社の報道に過ぎませんので、ね、まあ、新聞社の報道がそのままそうなることが多かったんで、これが覆るのかなと思うと何とも言えないですけどね。じゃあ今回は以上でございます。